Liner Notes。 ここはライナーノーズライブラリー、思い出にそっと寄り添う音楽、未知なる世界の向こう側で待ち受ける音楽、今耳元で鳴っている音楽、どんな音楽にも作り手の思いとともに綴られる物語が存在します。ライナーノーツはそんな物語の鍵を言葉で開いていきます。心震える音楽と出会ったら、ぜひライナーノーツも手に取ってください。もちろん返却は無用です。では今週も誰かにとって大切な音楽をライナーノーツしていきます。ただいまお聴きいただいているのはビヨーンズで激辛ラブです。今週のライナーノーツは3月3日にセカンドシングル激辛ラブナウナウ人間こんなはずじゃなかったを発売したばかりのビヨーンズから山崎ゆはねさんと里吉歌乃さんをお迎えし、シングルのセルフライナーノーツやお仕事で来県された群馬県の思い出などを伺っていきます。なお今回のインタビューはリモートで収録されたものであることをあらかじめご了承ください。まずは前回のビヨーンズ特集でも好評だったお互いを紹介していくご挨拶ということで、山崎さんには里吉さん、里吉さんには山崎さんを紹介していただきます。はい、ビヨーンズの愛知県出身、高校3年生18歳の山崎ゆはねです。里吉歌乃ちゃんはですね、個人的な印象としては何でも笑ってくれるっていうイメージがあって、私は面白いことをするのが大好きで、ビヨーンズのメンバーの前で面白いことをやったりするんですけど、たまに滑っちゃう時もあるんですけど、里吉歌乃ちゃんはそういう風で笑ってくれて、いつも盛り上げてくれるので嬉しいなって思いますし、まあ、見た目も可愛いですし、うーちゃんは可愛いものが大好きなので、女の子の理想像というか、女の子が憧れる女の子だなっていう風に思いますね。私も憧れています。はい、東京都出身20歳の里吉歌乃です。私のニックネームはうーたんって呼んでいただくことが多いんですけど、今日一緒にお話しかけていただいている山崎ゆはねちゃんがうーたんっていう名前をつけてくれまして、2回目に会った時とかに急にうーたんって呼んでいいって一言聞いてくれまして、私はもうその時はハロープロジェクトに加入したばっかりでとっても緊張していたので、そういう風に話しかけてくれて嬉しかったなっていう風にも思っていますし、私がビヨーンズに追加メンバーとしてオーディションに受かって入っていった時に、ゆはねちゃんがフランクに話しかけてくれて、私がこのグループでこう打ち解けたというか、楽しいなってこう思っていくきっかけにいつもゆはねちゃんがいたなっていうふうに思うので人見知りって本人は言ってるんですけど、明るく楽しくお話しやすい雰囲気を作るのが料理だなっていうふうに思っています。あと山崎ゆはねちゃんの声が私はすごく好きで、他の人にはないこう明るさだったりツヤだったり、そういうのをすごく持っていて、ゆはねが歌うだけでパッと曲が明るくなる感じがするのが素敵だなっていうふうに思っています。里吉さんは今回2度目の出演となりますが、前回の出演後には里吉さん、平井美代さん、小林ほのかさんの3人でグループ内ユニットシーズニングスが結成されました。一方、名前のない時代に We Need a Name を歌っていた側として、ユニット結成で美味しさが半減してしまうのではないかと里吉さんに伺ったところ、私たちとしては We Need a Name っていう曲は、私たちのユニット名がなかった時にユニット名が欲しいよっていう気持ちを歌った曲なので、その頃の気持ちをもっと大事にできるようになったなっていうふうに思いますし、この曲を歌うことで、あ、そういう時代もあったよねって思ってもらえるような
私たちビヨンズで言えばこうメガネの男の子だったりが原点みたいな曲ではあるんですけど、なんか私たちシーズンにとってもウィニーザーネームっていう曲が原点だし、なんか初心に帰る曲なのかなっていうふうに思うので、また大人が減ったというより私たち的にはもっとさらに今っぽく言うとこうエモさんが足されたというかもっと私たちにとって意味のある曲になって、なんだか深みが増していくのかなっていうふうに思ってます。ここからはセカンドシングルのセルフライナーノーツということで、まずは山崎さんに激辛ラブの聴きどころや MV の見どころを伺ってみました。そうですね、激辛ラブという楽曲はエキセントリックな世界観で、一度聴いたら頭から離れない闇気感のある楽曲になっているんですけど、ビヨンズの楽曲の中でも今までなかったようなタイプの曲で歌ってて楽しいなと思いますし、個人的には激辛ラブの表情がコロコロ変わるところが好きで、辛いという表情をみんなしていたりだとか、その辛いの表情の中にも一人一人全然違う表情をしているので、早くコンサートとかで皆さんの前で披露したいなっていう気持ちもありますし、ミュージックビデオでは大量の唐辛子が出てくるんですけど、撮影をしている時にほんまり唐辛子の匂いもブーンとして私は激辛料理が苦手なんですけど、唐辛子の匂いを嗅いだら食べれるかもって気がしてきて、ミュージックビデオ撮影の次の日に辛い料理を食べてみたんですけど全然ダメでした全然ダメだったんですけど、でも激辛料理のような人気感のある楽曲なので、皆さんにいっぱい聴いてほしいなというふうに思います。続いては里吉さんにナウナウ人間のセルフライナーノーツをお話しいただこうと思います。はい、ナウナウ人間はさっきも山崎真奈ちゃんが言ってくれた通り、私たちからの今の時代を生きる皆さんへの応援ソングになっています。歌詞がとってもポジティブでストレートなところが私はすごく素敵だなっていうふうに思っていますし、この曲は応援ソングなんですけど、頑張ってとかできるよとかっていうスタンスじゃなくて、一緒に頑張ろうねっていうスタンスになっているところが、私は自分で聴いてても、ああもっと頑張ろうって思えるような曲になっていて、今なかなか人と気軽に会ったりとか、私たち自身も応援してくださる皆さんと会う機会が少なくなっている状況で、だけど一緒に頑張ろうねっていう心は今までよりもぐっと近くにこう寄っていけるような、なんかこう寄り添うような歌詞が私は今っぽくて好きだなっていうふうに思っています。スタートはかっこいい雰囲気から始まるんですけど、なのに急にセリフパートというか4人担当してるんですけど、叫ぶパートが突然やってきたりして、自分を大事にしてるかとかって叫んじゃうところがまた私たちらしいのかなっていうふうに思っています。それにミュージックビデオは屋外で撮っていたんですけど、すごくキラキラしてて、私も完成を見た時に青春感があって、夕日に向かって走ったりとか、ロボットと一緒に空を見上げてたりとか、そういうシーンが日常感があって好きだなっていうのと、衣装を2つ提供させていただいていて、チャイナさんに提供いただいたアジアンテイストな可愛い衣装と、あとは真っ白な衣装と2着あるんですけど、旅でこうパーッと衣装チェンジがあって、今までは可愛らしい雰囲気でずっと歌っていたのが、旅で急にこう真っ白な衣装になって画面がパッと明るくなる感じのとかも素敵だなって、私はとても好きなシーンです。ナウナウ人間の歌詞は時代の流れの中で常識が常識でなくなる中、ニューノーマルを作っていこうというメッセージも含まれていますが、ビヨーンズのアイドルとしてのあり方もまたアイドルのニューノーマルとなり得るのではないでしょうか。でも私たちの今やらせてもらってる道っていうか、この楽曲とかは普通のアイドルではないと思うんですけど、でもこれが皆さんにとって当たり前になるくらいもっと成長できたらいいなとは思います。
はい、私たちにしかできない表現とかスタイルがあると思いますし、実際そういうスタイルでやらせていただけているので、もっともっとその道を極めて、ビヨンズらしさっていうものが皆さんにとってもっと分かりやすいものになっていけたらいいなっていうふうに思います。こんなはずじゃなかったのセルフライナーノーツについては、山崎さん、里吉さん、それぞれからお話をいただこうと思います。はい、こんなはずじゃなかったという曲は、この題名の通り、私たちが憧れのアイドル像をイメージしていたものとは、今活動している中では違って、こんなはずじゃなかったって思うこともあるんですけど、でも曲を通してビヨンズになれてよかったなって思いますし、この曲は今までのビヨンズの楽曲の中で歌もダンスも一番コミカルで、いや、これがビヨンズだなっていう、ビヨンズのパーツを全部くっつけましたみたいな楽曲になっていて、聴いているだけで楽しいなっていうふうに思います。ミュージックビデオで2着衣装を着ているんですけど、一番最初に真っ白な私たちが想像していたようなアイドル衣装を着て踊っているんですけど、まあ、途中で個性あふれたカラフルなビヨンズらしい衣装に切り替わるんですけど、そういうところもビヨンズらしいなっていうふうに思いますし、あと私が注目してほしいところは、一番最後にイエーイっていうふうにテイクの部分をやらせてもらってるんですけど、このパートの部分は私歌いたいなっていうふうに思ってレコーディングに臨んで、今回選んでいただけたので、楽曲を締めることができるくらい素敵なフェイクを歌えるように頑張りたいなって思います。ニューノーマルのアイドルゆえに、ビヨンズの活動の中でこんなはずじゃなかったと思えるようなエピソードもあったのではないでしょうか。でも私がビヨンズになって驚いたことが、振り付けにガニ股が多いっていうことなんですけど、私の描いていたアイドルは内股でプリッっていう振り付けが多いイメージだったので、こんなにアイドルガニ股するんだっていうふうに思って、そこはびっくりしました。はい、私はビヨンズは顔まで振り付けをつけていただく時に顔まで指定されるんですけど、はい、こんなにいろんな曲で変顔とかをすることになるとは思っていなくて、なんか面白い曲たくさんあるので、あ、この曲はなんかこう面白い顔とか特徴的な顔とか表情をしそうだなって思っている曲もあったんですけど、こんなにほぼ全部の曲でニコニコって言ってるだけで終われない感じが、確かにこんなはずじゃなかったことではあるんですけど、でもこれで良かったなって思うというか、ビヨンズの特徴として皆さんに見てもらえている部分なので、もっと極めたいなって最近は思ってます。今回シングルとしてはおよそ1年7ヶ月ぶりということもあり、今回のシングルを通して感じたグループと個人の成長とは。ですね、グループとしてはみんなで新曲を初めてマイクを使って歌ってみた時に、みんなの表現力が上がってるっていうふうにびっくりしたのが印象深いんですけど、私たちは去年のハロープロジェクトのコンサートでソロでステージに立つ機会が増えて、自分の歌と見つめ直す期間が長かったので、みんなで合わせてみた時に、みんなの表現力が上がってる、すごいなっていうのが一つ思った部分で、個人的にはお家にいる時間が長い間で体力が落ちちゃわないか心配で、毎日歌って踊って筋トレをするっていうのをしっかり心がけて過ごしていたので、今回一曲通して踊ってみて、あ、体力前より上がってるかもっていう風に気づけたのが、毎日そういう風に過ごしてきてよかったなって思いました。はい、そうですね、すごく久しぶりにみんなとパフォーマンスしたりとか練習したりとかしている時に、
ステージ上での信頼感がぐっと強くなったなっていうふうに思っていて、なんかさっきも言ってくれたようにソロでパフォーマンスをするコンサートだったりとかソロフェスっていう番組だったりとかそういうものが多くて、なかなかグループでっていう活動がなかった分、それぞれがソロで歌ったりステージに立ってパフォーマンスをすることで得たものを合わせてビヨンズとしての結束感とかステージ上での堂々とした感じとか見えていなくても、ね、コミュニケーションをしっかりとっているわけじゃないんですよ。ステージ上ではやっぱりそれぞれが歌だったりダンスだったりポジションだったりっていうのがあるので、それでもつながっている感じというか、12人で1個の曲をやっている感がすごく強くなって、私は信頼感というか絆が深まったのかなっていうふうに思っています。私はソロでやったりとか自粛期間に SNS とか YouTube を頑張ったりとかもしていく中で、自分はグループの中でどういう立ち位置にいようとか、私自身の性格なんですけど、そういうものをどういう風に出していこうかなとか、そういうのを考えながら過ごした期間を経てのこのセカンドシングルだったので、セリフパートをいただけたりとか、普通にこう歌うのではなくちょっとニュアンスとかお芝居チックな部分を入れて歌うようなサビ終わりのパートであったりとか、コミカルなパートをいただけたので、そういう期間を経て表現力とか自分の出し方を身につけられたのかなっていうふうに思って、そこはもっと伸ばしていきたいなっていうふうに思ってます。実は今回の取材に先立ち、番組の中の人は山崎ゆはねさんが出演されている映画あの頃を拝見しました。真実は細部に宿るを実践するかのような立ち居振る舞いの全てが松浦亜さんの生き写しともいえる山崎さんの演技には高い完成度を感じたことをお伝えしたところ、今回映画あの頃で松浦亜さん役として出演させていただくことになって、そのお話を聞いた時はとにかく嬉しかったんですけど、後々考えてみたら松浦亜さん役か大丈夫かみたいな不安になった時期もあったんですけど、でもこんな大きなチャンスはもうしっかり頑張らないとって思って決心して、そこから松浦亜さんの動画を見て撮影当日までたくさん勉強したんですけど、今回は歌って踊るシーンではなかったので、松浦さんがお話ししている姿を見たいなと思ったので、バラエティ番組に出ている映像を撮ってくれたりだとか、ライブ中の MC をしていらっしゃる姿を見たいなと思って動画を頑張って探してたくさん研究したんですけど、撮影当日は衣装もすごく松浦亜さんっぽいピンクの衣装を作っていただいて、メイクもさせていただいて、衣装とメイクのマジックにかけていただいて、あ、ちょっと私今回大丈夫かもっていうふうにその時は思ったんですけど、撮影するってなったらドキドキ緊張してしまって頭真っ白になってしまったんですけど、でも主演の松坂桃李さんに似ていますねっていうふうに撮影中に言っていただいて、落ち着いたというか緊張もほぐれて楽しく撮影できたので、その言葉はありがたかったなっていうふうに思いますね。そんな山崎さんは昨年発売の写真集ゆはねの撮影で群馬に来県されたということで、撮影時のエピソードと群馬県の印象について伺ってみました。はい、写真集の撮影で群馬県に行かさせていただいたんですけど、星の降る森というキャンプ場がある場所に行かさせていただいて、雪が積もっている時期に撮影しに行ったんですけど、私はこんなにも一面雪に積もった真っ白な景色を見たことがなくてびっくりして、白すぎて眩しすぎて目が開かないくらい眩しくて、撮影の時にもその雪の上に立っている時にもう目が細くなりすぎてしまって、撮影する時に3、2、1で目開けようかっていう風にしていただいたくらい真っ白で素敵だったんですけど、あとコテージみたいなところでも撮影させてもらったんですけど、外の景色が綺麗で、あ、すごく自然豊かで、雨の森川海の名前みたいだな本当にすごく綺麗な場所で、
そんな素敵なところに行って写真集の撮影ができたのが幸せだなっていうふうに思いました。あと個人的に群馬県の印象が温泉のイメージがあるんですけど、私温泉が大好きですし、いつかビヨンズみんなで群馬県に行って足湯に浸かりながらみんなでお話ししたいなって思います。里吉さんからもハロープロジェクトでのコンサートで昨年来県された際のエピソードをいただこうと思います。群馬県の方でハロープロジェクトコンサートをさせていただきまして、その日がビヨンズからは私だけだったんですよ。そのコンサートに参加してたのが、私緊張してステージに立ったんですけど、皆さん温かく見ていてくださって、あ、すごく素敵なところだなっていうふうに思いました。あとは MC で群馬県でどこに行きたいと か何かしたいことはありますかみたいな、こう MC をメンバーさんと一緒にしていたんですけど、その時私もまさに温泉に行きたいっていうお話をしまして、温泉に入りたいのはもちろんなんですけど、その温泉街が私はその街並みの感じが好きで、旅館の外観であったりとか、こうちょっとこう湯気かな、湯気がふわふわっと立っているような温泉街の街並みが素敵だなって私は思うので、そういうところにも行ってみたいですっていう話を MC で皆さんとしたりもしました。話は尽きないのですが、そろそろお時間ですので、最後に群馬県のファンの皆さんへのメッセージをいただきながら、今週のライナーノーツはページを閉じたいと思います。はい、いつか群馬県でもコンサートができるようにこれからも頑張りたいなと思います。それでは聞いてください、ビヨンズでこんなはずじゃなかった。ビヨンズの山崎ゆはねさんと里吉歌乃さんをお迎えした今週のライナーノーツはいかがでしたか。コロナ禍でなかなか活動がままならない中でも、個々に自分磨きを忘れず、グループとして集まった時にその成長をグループの成長へと還元させていく、アイドルのニューノーマル、ビヨンズの現在地ともいえるセカンドシングルは、アイドルの成長の向こう側に普遍的なメッセージも感じさせる意味で、長く付き合える作品かと思います。お送りしたのはビヨーンズで激辛ラブ、 We Need a Name、 Now Now 人間、こんなはずじゃなかった、映画あの頃の主題歌でモーニング娘。の恋 ING でした。ライナーノーツを通して自分だけの名曲、自分だけの名作、見つかりましたか。ストーリーテラーは群馬出身の音楽ライター阿部薫。来週もライナーノーツライブラリーでお待ちしております。サウンドスプラッシュをお聞きの皆さん、ひとみさん、関田さん、せーの、ビヨンズです。山崎ゆはねです。清野桃姫です。小林ほのかです。よろしくお願いします。はい、新潟といえばですね、はい、私が大好きなお米というイメージがあるんですけど、いや、本当に私は炊きたてのお米を食べてる瞬間がもうすごく幸せな瞬間でして、本当にお米大好きなんですよ。どうですか皆さん。お米大好き。お米大好き。本当にでもゆはねちゃんはいつも、はい、お弁当とか食べてる時も、はい、もうお米だけ、もうお米の白が本当にもういつも、もうなんだろう、完璧に残さず綺麗に食べきるんですよ。そうなんです。お米は全部食べるよね。もう本当にお米大好きなんだなと思っています。よかった。そうですね、はい、今日3月3日はひな祭りなんですけどもね、私ひな祭りのちょっと思い出がありまして、あの小さい頃に母と一緒におひな様をこう出してたんですよ、うんうん、でこう段ボールから、うん、毎年一回出すんですけど、うん、出す時にですね、うん、ちょっとおひな様のちょっと部分をこう持ったら、うん、スコンって抜けたんですよ。そりゃ分解しちゃって、分解かごめんなさいって思い出したんですけどちょっとね、当時はやっぱりおひな様ちょっと怖いなっていうイメージもあったので、うん、まあそんな感情を抱えつつ分解してしまったので、うんうん、本当にごめんなさいの気持ちでまあ飾ったんですけどね、はい、最近はまあ綺麗だなって思えるようになって、素敵だよね。ひな祭りもね毎年小林家は祝っております、はい
はい、私清野はですね、はい、こう誰にも言わないでほしいここだけの話をちょっとさせていただくんですけど、はい、あの2018年の秋にですねハロープロジェクトハロフェスという、まあ、コンサートがあったんですけど、そこにメロン記念日さんがこう出演されていまして、はい、こう私はメロン記念日さんの後ろでバックダンサーとして踊らさせていただいてたんですけど、まあステージに行くまでの道でこうメロン記念日さんとすれ違いまして、はい、こう斉藤ひとみさんがいらっしゃったんですよ、その時に、うん、で、あ、緊張するなと思ったらもう髪の毛からなんだかちょっと気持ち悪いんですけどごめんなさい、もうふわってすっごいいい匂いがされていて、ちょっと私の母がこう斉藤さんのことすごく好きだったので、ちょっとめっちゃいい匂いだったよって言っちゃいました。誰にも言いたくないね、はい、ここだけ私清野のお話でした。いや、はい、私もちょっと、はい、誰にも言わないでほしいここだけの話したいんですけど、はい、私、はい、寝てる時にめっちゃ目開くんですよ。いや、なんだろうな、その目が開いちゃうっていう人はいるじゃないですか、寝てる時に、はい、私はもうそういう次元とかじゃなくて、うん、もう起きてるみたいな、そんなにくらいそう目が開いちゃうのが、まあちょっと嫌だなと思ってたんですけど、うん、まあ今はまあ面白いからいいかなっていうふうに振り切ってるんですけど、だからね、また寝てる時はぜひ目のチェックしてほしいなと思いました。わかりました。トワイライトペイブメントをお聞きの皆さん、池上優斗さんこんばんは。ビヨンズの一岡玲奈と清野桃姫と里吉宇多野です。はい、はいはい、ということで今は3月ということですが、はい、卒業シーズンですね。そうですね。何か思い出だったりありますか？はい、そうですね、私清野は今高校1年生なんですけど、はい、去年度に私は中学校を卒業したんですけど、はい、まあ感染症の影響もあってすごく短縮された卒業式だったんですけど、うん、まあ卒業証書もちょっと受け取ることができなかったんですけど、でもやっぱり今卒業式っていう、なんだろう、式だけでもすごい楽しいですし、終わった後にこうまたねってやるのだけでもやっぱ醍醐味だなと思うので、うん、まあ楽しかったですね。はい、楽しかった。はい、私はですね、うん、2019年の3月に高校を卒業したんですけども、うん、ありがとうございます。はい、実はですね、高校の卒業式当日に終わった瞬間、うん、急いでリハーサルに走るっていう、お疲れ様です。もうまさにもう両立というか、うん、なんかこうは私はこれからこう高校を卒業してハロープロジェクト一本でもっともっと頑張っていきたいななんて決意を新たにする一日でもあったのが私の卒業式の思い出です。うん、まさにだね。その日にさ、ジャノちゃんが来てさ、うん、みんなで卒業おめでとうって言った記憶がある。嬉しいかった、ね、本当にそう、また頑張ろうって思いました。はい、はいはい、そしてですね、こちらのラジオが FM 岡山さんということで、はい、うん、岡山の何か思い出とかは一旦ありますか？はい、ですね、私一岡がハロプロ研修生の時に、うん、モーニング娘。さんのコンサートのチャレンジアクトとして、うん、岡山県で公演に来た際に、はい、きびだんごがすごく有名なんですが、うん、みんなでこう楽屋でね、うん、食べたんですけど、すごく美味しかったので、ビヨンズのメンバーでもね、うん、きびだんごをちょっと食べたいなっていうふうに思います。食べたいわ。行けたらいいですね。はい、そうですね。はい、ということで、激辛ラブ、なうなう人間、こんなはずじゃなかった、たくさんの人に気に入っていただけると嬉しいです。以上、ビヨンズの一岡玲奈と、清野桃姫と、里吉宇多野でした。バイバーイ。デート FM、飛び出せ、高校生諸君、リスナーの皆さん、DJ のタケモンさん、今日の担当高校、仙台白百合高校の皆さん、こんばんは、ビヨンズです。山崎ゆはねです。清野桃姫です。小林ほのかです。さて、飛び出せ高校生諸君は、高校の放送部の皆さんがラジオ DJ を担当するデート FM の最長寿番組なんですよね。すごいですね。私清野なんですけど、はい、中学の時に放送部だったんですよ。放送部でもなんか本当にダメダメの部員で給食の献立とかを読み上げたりするじゃないですか、はいはい、でもそういうのも友達とかがこう笑わせてきたりとか、こう壺に入りやすい人なので、なんかどんどん壺に入っていってしまって感じの人だったので、仙台白百合高校の皆さんは壺ったりしないですかね。そうですか。気になります。はい、いや、
私もちょっと面白いエピソードが一つありまして、はい、中学の時にイラストコンテストっていうのがあって、なんと金賞もらったんですよ。それで給食の時の放送で名前を呼ばれますみたいなことを聞いて、まあ、楽しみに、まあ、教室で待ってたんですけど、まあ、金賞山崎ゆめはさん、振り仮名が振ってなかったので、ゆめはさんっていう風に放送されて、もうクラスのみんなで爆笑するっていう思いがあります。飛び校をお聞きの高校生の皆さん、学生時代はねあっという間なので、素敵な学生時代をお過ごしください。以上、ビヨンズの山崎ゆはねと清野桃姫と小林ほのかでした。東海ラジオをお聞きの皆さん、前野さんこんばんは。ビヨンズです。栃木県出身、21歳の高瀬くるみです。育ててみたい野菜は、黄色い完熟したゴーヤーです。埼玉県出身、18歳の前田心です。好きな唐辛子は、鷹の爪です。愛知県出身、18歳の山崎ゆはねです。好きなのび太くんのご近所さんは、原稿角蔵さんです。私たちビヨーンズは2019年にメジャーデビューしました、ハロープロジェクトの末っ子グループです。そんな私たちビヨーンズは、東海ラジオさんにてビヨーンズのビヨーンと飛び越えナイトを毎週土曜日深夜1時30分から放送させていただいています。とても楽しい番組になっているので、ぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということでですね、はい、この番組のコンセプトなんですけど、はい、あなたの深夜のお供っていうことらしいんですね。なので私たちの〇〇のお供について話していきたいなと思うんですけど、うん、はい、今日はあの私たちのお出かけのお供っていうテーマでちょっと3人で話してみたいなと思うんですけど、私高瀬くるみのお出かけのお供は、はい、まあ、今時というか最近だからこそなんですけど、うん、ウェットティッシュと、うん、あとアルコールのスプレー、うん、シュッシュってやつは徹底してますね。そう、持ち歩くようにしてるし、絶対忘れないようにこうお仕事とかによってもカバンって使い分けるじゃないですか。 ね、そのカバンにそれぞれもう1セットずつ、あ、すごい、入れるようにしてるし、 なおかつあのメンバー誰かがあないってなった時にすぐ出せるように、うん、一番出しやすいポケットの中に入れるようにしてます。よっ、ビヨンズの母、ありがとうございます。ちなみに私山崎はですね、うん、マイマヨネーズです。おお、まあマヨラーなんですけど、はいはいはい、本当に、まあ、おかずにかけるのは もちろんなんですけど、うん、まあ、お米にもかけて食べることができますし、あとスナック菓子とかにつけて食べたりもできるくらい、本当にマヨネーズが大好きなんですよ。もうマヨネーズあるだけで食品がその神のようになるんですよ。キラキラして見えちゃうね。キラキラして見えちゃうぐらい本当に大好きなんですけど、うん、でもやっぱりカロリーが高いじゃないですか。気になっちゃうね。そうです。なのでまあなんだろう、頑張ったご褒美っていう風にあの言い聞かせながら食べています。偉い。はい、はい、私前田はですね、お出かけのお供は、うん、一味唐辛子なんですけど、普段からあのポーチの中に一味唐辛子を忍ばせて持ち歩いてて、はい、こういつでもどこでも激辛料理を食べれるように持ち歩いております。今日もカレーにね入れてたね。入れてたね。そうなの、いっぱい入れちゃった。入れてさ、楽しい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 、そっか。はい、私は激辛ラブですね、うん。いや、ていうかなんか、お出かけのお供って言ってるのに、うん、なんかもうもはや二人ご飯のお供みたいな。そうだね。そうだね。確かに。常に食のことをね、考えて生きてるので。食べるの大好きです。はい。大好きです。はい。以上、ビヨーンズの高瀬くるみと、前田心と、山崎ゆはねでした。